新潟大学教育学部付属長岡中学校。新潟大学教育学部付属長岡中学校は、新潟県長岡市学校町に所在する、新潟大学教育学部付属の国立中学校。付属長岡中学校と略されることもある。長岡近郊や付属長岡中学校内では、付属中、または、不中と略されることが多い。 新潟大学教育学部の付属機関であるため、教育実習が多く、毎年研究大会が開かれており、実験的な授業が行われることも少なくない。通学指定区域はなく、登下校の時間、1時間以内での通学と、安全が確保できれば通学可能であり、新潟市長岡市小千谷市、魚沼市、南魚沼市、柏崎市、市三条市、見つ市、加茂市、 加美町東後班から生徒が通学している。生徒数は1学年3学級編成、定員120名。新潟大学教育学部付属長岡小学校から内部進学した約80名と中学受験をして進学した約40名で構成されている。近年は付属長岡小学校において定員割れが続いており、実際は中学受験者の定員の幅が広がってきている。 付属高校は存在しないため、ほぼ全員が外部の高校へ進学する。生徒の多くは、本校の近隣にある県立長岡高校へ進学し、同高校在籍生徒の出身中学校では最も多数を占めている。新潟大学教育学部付属長岡中学校は、新潟第一支配学校女子部付属中学校を前身とする中学校である。生徒会のことを、 学友会と称している。また、年に一度だけ、学友会誌と呼ばれる冊子を作る。2008年度で50号になった。また、委員会活動があり、学友会誌を制作するのも、委員会の一部、新聞委員会である。主な委員会は、以下の通りである。各学級から3名選出された、政府9長、学年委員が行う。あとに1クラスから1人の割合で、 請求帳が出る。主に他の委員会の活動などを評価する服装の取締まりを行うほか、遅刻者チェック、チャイム着席チェックなども行う。活動は、朝の階段掃除や、ゴミ捨て場の管理など、紙をリサイクルするためのリサイクルボックスなどがある。2、3時間目の着替え済みチェックなども行う。体育館での昼休みのボールの貸し出し、健康観察などを行う。 健康観察は、毎朝必ず行われ、聴学活で行われる。生徒たちからは、歩体と略される。昼休みの体育館の開放は、体育館仕様と言われ、生徒たちからは、体師と略される。校内放送を行う。現在の活動としては、朝放送、放課後の放送、清掃時間帯の BGM 流しを行う。また、本校の行事の一つである。 大運動会での放送も行っている。前期のように、学友会誌の制作、校内新聞の作成を行う。生徒たちが、学校を気持ちよく利用できるような活動をしている。主に鼻に水をやることである。生徒たちからは、SS と略される。コンピューター室の管理を行う。その他、会員がコンピューターを扱う上で違反をしていないか、見回る仕事を行う。 フラッシュメモリの貸し出しなどもある。コンピューター室のパソコンはオーダーメイドである。図書情報誌の発行、図書室の管理、整備、処分、入荷する本選びを行う。本の貸し出しなどを管理する。校内でベルマーク、またはインクカートリッジを集める活動を行う。ベルマークをたくさん集めることを目標とする委員会である。また、生徒会会員から集めた ベルマークで、冷水機なども導入されている。学友会と連結して活動することが多い。廊下のホワイトボードの書き換えや、総会時の冊子作りなどを行う。全校集会の時に、委員長がステージに立ち整列の指示をしたり、総公式の時に応援をする。生徒たちからは、王氏と略される。給食委員会は、給食後に食、食感。 残飯などの片付けなどを行う。給食、調理室は、付属小学校と合同で小学校の校舎にあるため、渡り、階段を通って、小学校まで行って活動している。そんな彼らをサポートする人材として、給食当番というものがある。生徒たちからは、給あたりと略される。特設で作られる。選挙活動、つまり、委員会の委員長の選挙の集計。 運営をする人たちである。生徒たちからは、戦艦と略される。3泊4日で2月頃に、沖縄へ行く。1泊2日で1月頃に、東京、ディズニーランド研修へ行く。年によって異なる。要小中合同で行われる。赤、白の2軍に分かれて行う。長岡リリックホールで行う。クラスごとに発表し、最も優秀だったクラスには、最優秀賞。 グランプリ、ついで優秀賞、有料賞が贈られる。定員は、男女合計120名であり、毎年12月に入学試験が行われる。付属長岡小学校からの内部進学者数も、含まれる。通学域は、長岡市及び、長岡市に隣接する、市町村から徒歩、または、公共の交通機関で1時間以内で通学できる。 範囲に在住しているものとなるが、合格決定後にその地域に移転するという条件でも、受験可能ので、実質志願者の在住地域は問われないと言える。別途帰国子女の入学試験も夏に実施している。徒歩、自転車、バス、電車などで登校し、長岡駅から学校までのバスは乗車できない。自転車通学は、学校側の許可を得た上、 ナンバープレートを貼り付けた車両のみ通学に利用可能である。自転車通学の認定条件は家から2.5キロ以上離れていること、また交通ルールを守るヘルメットの着用を行うというものである。ただし自転車小屋の許容数に若干の余裕がある場合には2キロ以上2.5キロ未満の生徒に許可を与える場合もある。ただし、登記は公設及び視界の悪化により 安全面からして利用することはできない。いずれも1時間以内で投稿しなければいけない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。